久保さんいやー、さすが久保さんですね。前回と全く同じ動画が送られてきたんですけど、再生されてますね、久保さん。<laughs> あれこれ、さっきと同じ動画じゃん。まあ、タイトルは変わってましたけど、まあ、秒数も一緒だったし、まあ、確認したら一緒だったんで、それでも動画回るっていうね。<laughs> やっぱ久保哲郎強しですね。<laughs> これ、今20回ぐらい回ってますよ、同じ動画が。<laughs> まあ、タイトル詐欺ですね。<laughs> はい、まあ、あの、再生数100で1億円っていうタイトル返ししましょうか。うん再生数100で、うん、えー、3兆円にしましょうか。3兆無理か。3兆無理ですね。<laughs> 再生 100, 100で3兆いったらすげえなうん。あ、でもいけないことはないか。単価、あ、でもな、3兆はね、ちょっとぶっ飛んでるな。まあ、ちょっと考えます。うん。 あ再生数100で借金返済とかにしましょうか、うん2000。再生数100で借金2000万返済とかにしよう。これいいじゃないですか。<laughs> まあ、あの、これはね、普通の YouTuber でやってるんだったら多分絶対無理なんで、まあコンテンツビジネス、自分で商品を作って売るっていうことをやればできます。ただしこれやんないと無理です。なぜならば商品単価を上げることができるので、1人当たり100万円の商品作れて売れるんだったらもう1再生で100万なんですよ。 それができるので、まあ、コンテンツビジネスをマスターしていないんであるならば、自分の商品を作って売れないってことであるならば、まあ無理ですけどね。うんでも僕がおすすめするのは、そもそも再生数をそんな一気にね、えー、爆上げすることは難しいので、初心者から始めて。もちろん初心者から始めて、コンテンツ自分で商品を作って売るってことも難しいです。ただ、 あのどっちの方が僕は中長期いいのかっていうと結局その広告ビジネスも悪くはないんだけどもキャッシュ元なんですよ結局キャッシュ元っていうのはどこど,どこから発生してるのかって話で結局その広告主なんですよ、うん、わかりますまあ給料みたいなもんです広告主が全部かかあの取ってるんですよあの広告単価っていうのは決めてるわけですよつまり広告主の言いなりなんですよねあと YouTube の言いなりなんですよ だけど顧客を獲得してそこに売っていくってなると自分の自在に自由自在にできるわけですよだからコントロールできるってことですねうんだからよくその,あのサイトアフリエイトとかやられてる方であのめちゃめちゃ上位表示させていきなりそのね Google のアップデートで県外飛んで収入ゼロみたいなね そういうことがあり得るんですよね。例えば YouTube の広告収入に依存してたら、えーまあ、YouTube の赤番食らったら、もう終わり、終わりではない部分ありますけど、結構きついですよね。だってその次の日から収入ないわけですから。でも顧客リストを獲得してビジネスをしていたら、例えばですよ、1000人の顧客リストを獲得しています。じゃあ次の日に1000人が全員死ぬ。 ということはあり得ますかまずないですよね。もしあるんだったら地球が破滅した、日本にが破滅したってことですよね。だから1万人の顧客リスト持ってます1万人が全員明日死ぬかっていうことはないわけですよ。ね。まあ、あった場合はそういうことですよね。でも YouTube の赤番食らったりとか、僕赤番食らったことありますけど、まあゼロですよね、広告収入は。今まで入ったけどゼロになるわけですよ。だから YouTube をガンガン使うんだけども依存するなってことですね。YouTube はガンガン使う。 使うべきだしだけど依存はしてはいけないとしっかりとそこから顧客リストさえ取っとけば別に僕も赤番食らったことありますけど、まあ、顧客リスト取ってるんで別チャンネル始めましたってそこにまた宣伝できるわけじゃないですかでその顧客リストが買う可能性が非常に高いわけですよねだからだから買うお客さんにまたリーチできるわけですから顧客リスト取ってればねでもこれないとビジネスまたできないのでまあ江戸時代からも言われてますけども なんだうんと、火事になったら顧客台帳は井戸に投げろみたいなね。顧客台帳があればまたビジネスはスタートできると。だから全部失っても顧客台帳だけは失うなっつって井戸に投げろみたいな話があるんですけど、火事になった時きね。だからそれぐらいビジネスをする上で顧客っていうのはあの大事なんですよね、リストを獲得するっていうのは。だこれをやってるかやってないかっていうところが、 うーんまあ1億円っていうその億万長者を目指していくとかね大きな借金を返していく上でのまあやるべきことかなとうんだから借金を作って返済できない人っていうのはやっぱその収入自分で稼ぐことができないわけじゃないですか自分で稼ぐことができないっていうのは自分で商品を作って自分でセールスができない自分で集客ができないってとこなので,でそこさえクリアできればね久保さんも僕も返借金返済しましたけど んー借金返済したいんだったら、大きい金額返済したいんだったら、それを勉強してやるべきだと僕は思いますねん。これしかないんじゃないかなって思います。しかも手元なしですよ。もちろん投資とかはいっぱいね、あ,るありますよ。しかもね、なんかうまい話とかもいっぱいあるでしょだけど、うまい話には裏があるみたいな話で、あのー、騙されたりとかするわけじゃないですか。で、お金必要ですよね。じゃあ YouTube やるのにお金必要かっていうと、 YouTube あなたを騙すことあるんですかね、0円でしょなんか Gmail 取って後から下級、なんか請求、あなた Gmail この前取りましたね。100万円請求とかないですよね。だから無料でできるわけですよ。こんな情報発信なんかは。だから手元ゼロでビジネスができるってこんなありがたいのないですよ。ここに何もないので、あとやる、ちゃんと勉強してやるかやらないかですよね。あとはその勉強代に関しても、 えなんだ久保さんも速化塾やってますし僕もドリームアカデミーやってるの120万の高いのやってますけどもまあ払いたくないんだったら別にそのやり方も全部無料で勉強できるわけですからだからプラットフォームも無料で使える勉強も無料で,できるあとはやるかやらないかですよねいってらっしゃい。